This week, amazing amazement. 日本撮りになると後半はこれだけ疲れてるんだぞっていうことを表現したくてやりました。後悔はしています。ですね、皆さん、春ですよ、春。ね、春になりましたよね。春のくせにこの間東京バカみたいに雪降りやがってふざけんじゃねえと思ったんですけど、春になるとやはりまあ皆さんね、浮き足立つような季節で、まあ、当然人の移動があり、新生活が始まりという季節じゃないですか。まあそんな中でね、インターネット上で私なんかよくニュースを見るんですけれども、インターネットのニュース記事なんで見てるとですね、去年のですね、車上荒らしの被害ランキングみたいなやつの記事がね、乗っかってて、ほーって思って見てたんですよ。僕も車乗りますからね。で、そしたらね、堂々1位に輝きました。トヨタ、プリウス。で、ああ、プリウスなんだなって思うじゃん？でもね、ところがね、しばらく、で、まあ、プリウス、ごめんなさい、他の車種忘れちゃったんですけど、とりあえず1位がプリウスだったっていうことだけパーンと覚えてて、1位プリウス！でもちょっと待てよ、1位プリウスになるのって結構それ自然なことなんじゃないのかってちょっと思ったんですよ。で、ごめんなさい、これ東京の道路事情の話なので、あれなんですけど、東京でね、車の運転をしてると、まあ、プリウスを見ない日ってないんですよ。家の外に出た時にプリウス見ない日って多分ないのね。本当に。みんなね、これ多分ね、運転する人とか車がある程度好きな人とかって考えると思うんですけど、そこら辺に走ってる車の車種がなんとなく頭の中に流れる人とは、車が走ってるわーっていう状態の人って2種類で、で、この、ああ、車が走ってるわーじゃない人、俺みたいにある程度車種を見てるっていうタイプの人は、運転免許持ってるパターンが多いので、なんだかんだ18歳以上だったりするのかなって思うんですけど、とにかくプリウスってね、走ってるんです、日本で。多分一番日本で走ってる車です。今となっては。昔はトヨタカローラだったんですけど、まあ結局トヨタなんですけどね。プリウス見るぞ感で言うなら、例えば東京で車を甲州街道を走ってて、大原の交差点とかでピッて止まったりすると、で、ぐるって見渡すと、1台はプリウスいるし、言うなら、ハイジェットとハイエースとプリウスの3台のうち、どれか1個は全ての交差点に1台ずつはいる、1台以上はいるだろうっていうぐらいいるんですよ。なんて言うんですかね、犬も歩けばプリウスに当たるみたいな状態。例えばね、宇宙世紀の0079じゃなくて、宇宙世紀0080、一年戦争終結した段階でのアバオワクとかで、僕ジャンク屋ですと。プチモビで宇宙漂ってモビルスーツの廃品集めてそれで金稼ぎをしますぜっていうやつで、ザクがヒットする率の高さと同じぐらいだと思うんだよね。だってあのアバオワク戦役の状態において最も量産されてたモビルスーツなんてザク以外ないじゃない。だってアニメのシーンパッてつけたらさ、だってドムだってあの時12機のドムが全滅で12機しかいないんだよ。それに対して宇宙を埋め尽くすさ、ザクがいっぱいいる状態を考えたら絶対残骸なんてくぶくりん、もう残骸はザクしかないわけじゃないですか。そう考えたら、あの宇宙の中で頑張ってこう、ジャンクを集めたら、まあ多分ザクの腕とかね、ザクの人差し指とかね、そんなんばっかり見つかるに決まってるんですよ。もう薬莢なんて言ったら多分ね、考えなくても多分ザクマシンガンの薬莢だよ。120ミリだよ、絶対。っていうような話ですわ。だから、プリウスが堂々1位っていうのを、バーンって喧伝することって、注意喚起のためにやれてないよなっていう。それ自体は注意喚起にならないだろ。単に車上荒らしが増えてますので気をつけてくださいのがよっぽどあるんじゃないかって。だから人間っていうのは情報をある程度絞ってあげた方が、じゃないや、不安感というか注意喚起にはなるだろうって俺は思うんだよね。皆さんこの浮き足立った季節ね、たくさんの情報が流れてくると思いますけれども、隠された情報にこそ進化があると思いますので、皆さんしっかり目を凝らしてね、生きてください。ヤマトリンのラジオカンファレンス、座して聞け、ステイチューン。またラジオやんラジオ生活そろそろ始まるじゃない。ああ、この企画何本目か。会議ですよ、会議。カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてヤマトリンでございます。さあ、まあ今週もいろいろ喋ってはいかなきゃいけないんですけど、日本撮りなんで若干体力が減退してる、そして飯を食っていないので多分もうだいぶねカロリーが消費されてしまっている。今日どうしていこうかな。他にもいろいろね喋りたいこととかは結構ね、たくさんあってね、まあプリウスの話もそうなんですけど、いくつか喋りたいトークテーマはあって、一つは自分が本当の意味でマジになった時っていつが初めてですかっていうのをみんなに考えてほしいなって思うトークだったりとか、あとはその流れで人は一体いかなる時に学びを持つのかと、学ぶのかというような話をしてみたいなというのと、あとは意外と若年層にはこのあれが分かってない言葉の壁、言葉っていうのは言語、例えば日本語と外国語とかではなくて日本語と日本語、人の持っている
言葉やニュアンスっていうものがいかに壁なのか、なぜ人は分かり合えないのかっていうことを社会に出ないと分からないよねっていう話をしたくて、だからガンダムが分かるのって社会人になってからなんじゃねえのっていう話がしたかったりとかいうのがあったり、あとはネット配信業ってこういう闇みたいな世界だよねみたいな話をしたいとか、まあいろいろね、したい話もあり、あとこれはいつかしたい話なんですけど、ドリルっていうものに対する文化をちょっと喋りたいな、ドリル会っていうのもいずれやりたいなって思ってるんですよ。でまあやっぱりね、この春ね、やっぱり僕はね、今週はねちょっとね、まあ、4月にもねなりますから、春っていうものを一つのテーマにして喋っていきたいなということをね考えていて、だからもうやたらね、春ネタ、新生活ネタとか、新世界的なネタをできる限り用意していこうという試みで今日はやっているんですけどね。まあそんな中やることなんていうのは前回の話の続きですよ。前回尻切れトンボでしたからね。はい、ということで、ヤマトリの、今週の、笑い袋の紹介を完全に忘れるっていうね、今週のラジカンの笑い袋の方はこちらです。はい、毎度お気に、2週連続でお邪魔いたします。リスポン公式キャストのペジュンと申します。本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございますね。じゃあラジカン座して聞いてください。ステイチューン。今日が俺たちの初ライブだ。天王寺充、現役消防士わけあってリスポンキャスト始めました。俺たちへの声のリクエスト待ってるからな。ボイスアプリリスポン好評配信中。第3次スーパーボイス大戦、遊園のシンフォニア、予約せよ。プレイステーション。ラジカンテーマトーク。ヤマトリン流の音響編集の仕方についてちょっと気になるぞという方をいろいろね、メッセージを寄せていただいたので、じゃあ今週はそのお話をしようかなと思っています。まあ音響編集といってもいささか広うございます。まあざっくり大別すれば音楽かラジオドラマかで僕は2つに分けてるんですけどね。今回はラジオドラマの方で喋ろうかなと思ってます。音楽については正直言ってね、もう競技がありすぎてちょっと無理がある、いろいろと無理があるので、僕一人で解決することは不可能です。だからゲストを本当に本格的に呼んでトークする回か何かにやろうと思ってますので、そんな回が今後存在するのか、いや未定ですね。今週はラジオドラマの作り方について喋っていきたいと思いますが、まあ結局のところですね、脚本が良くなきゃいけないのと役者が良くないのと面白くないんですよね。この話は以上です。嘘です、さすがに嘘です。そう言ってしまうと僕の仕事はなくなってしまうのでラジオドラマをただね、例えば撮るじゃないですか。で撮って聞きやすくするっていうのはまあいろいろあるんですけど、僕が意識するのって実はカメラワークなんですよ。結構意識に入れてるのってカメラワークなんですよね。カメラワークって連呼したところで、いやいやカメラないやんけっていう、マイクしかないやんけって思うんですよね。で、どういう風にカメラワークっていうのを音に盛り込むかっていうと、じゃあ例えばテレビドラマでいいんですけど、テレビドラマでいわゆる完全なる外ロケ、例えば火曜サスペンス劇場で最後犯人がなぜかやたらと岬で追い詰められるシーンっていうのはよく見ると思うんですけど、あの岬でマイクを構えて撮ってる時の声、最近のね、もうデジタル化されて以降のドラマとかっていうのはアフレコじゃないので、その現場で撮っているドラマの、音声っていうのと、室内で、撮っている状態と、あとは本当にスタジオでアニメの声優さんがね撮っている状態の声と、いろいろ違うと思うんですよ、音質って。で特にテレビアニメで言うんだったら変な話全部スタレコなので、元はこういう声でよく聞こえやすい声が、映像から流れてくるななんですけど、例えば開けた場所でね、それこそ岬とかで、いいの、もう私には未来なんかないのって言いながら飛び降りる寸前の若女将みたいな、シーンとかの若女将の声って、多分、同じように発生したところで、やっぱり環境が違うせいで、マイクにはその同じ音は入らないんですわ。で、僕は、ラジオドラマを作るときに背景でいかに波の音を流そうが、部屋なりの音、例えば、こうやって、今僕はね、スタジオで撮ってますけど、スタレコしてるこの音の、スタレコの音を、後ろでね、ドッブーンって波が鳴ってる中で、スタレコの音を流しても全然臨場感が出ないんですよ。
だから僕が気にすることっていうのは、その後ろで波が鳴ってるんだったら、あるいは後ろがね、あの鬱蒼としたジャングルなんだったら、鬱蒼としたジャングルで声を発声したらこういう反響をするから、こういう音にしようとかっていうような音作りだ。僕はそれをどこでカメラを構えているのか、どこでマイクを撮ってるのかっていうカメラワークって言い方するんですけど、それあとはカメラワークも、例えば煽りで撮ってんのか俯瞰で撮ってんのかとか、あの絵的にね、絵的にどっちなのかっていうのは結構ね反映されるんですよ。だからパンニングって言ってね、右の方から音が聞こえてくる、左の方から音が聞こえてくる、あとはサラウンドってやつで上からとか下からとかっていうような微妙な違いっていうのはある程度出せるんですよ。あのそういうのをコントロールして、あの一人の声を一様な編集の仕方はしない、シーンごとに切り替えることで、あ今声質音が変わってるなっていうのは自然と、あ今美咲で喋ってるなっていうようなことが分かるように編集してあげるっていうのは、結構ラジオドラマを作る上で僕重要視していて、やっぱねそれ大事なんだよな、そういうこと。で、もちろんね、それに気持ちが乗っかるから相乗効果が生まれて、ああこのラジオドラマはクオリティが高いって思ってもらえると。だから結構室内の場合は結構部屋なりの音を結構僕重要視して、だいたいね400、あこれあんまり言うの良くないのかな、部屋なりの音って何ヘルツあたりの音に被りやすいっていうのが結構あるんですよ。だからイコライジングでこのあたりを切ってあげたり、このあたりを増幅すると部屋なりの音がでかくなるとか、あとは部屋の種類にもよって、このこういうタイプの部屋だとこの辺の周波帯がよく響くとか、いろいろあるんですけど、あのそういうイコライジングのテクニックで声のね、その音波としての周波帯をより解析して、あ、ここでこういう音、ここでこういう音、ここでこういう音って、いろんな現場でマイクを構えて、いろんな現場で音を取るから、そしてそのいろんな現場で取った音をいろいろ編集していくと、あ、そういう、そこでこういう音が鳴ってるんだなっていうことを体でね、覚えられるんですよ。だから、まあ、皆さんにおきましては、やっぱり大和林流編集をもし身につけようとかっていう変な人がいるんだったとしたら、あの、そこそこいい音で取れる、外に持っていける機材を持って、あの買っていろんなスタジオとかいろんな現場で外ロケとかいろいろして、でそれでラジオドラマ作ってみるといいと思います。僕変な話、屋外で撮った音声でラジオドラマも作ったことあるんですけど、もう結構面白いですよ。トリッキーな音が撮れるんで、なんかねやっぱそういうね音をいじるわけですから、やっぱりドラマ、たあの音楽だもね、音楽も沼だよね。あのベースの音はこうだとか、ギターの音はこうだとか、いろいろあるし、メソッドはあるんだけどさ、そのメソッド通りに作ったら当たり前によく聞かれるような音楽しかできないのよ。じゃあそのメソッドをいかに崩してって、あのでも誰しもが聞けるような音作りにするかどうかっていう、やっぱエンジニア耳だ、エンジニアのエンジニア耳だな僕は。もちろん作曲や編曲での妙ってありますよ、あるんですけど、やっぱそこで、一つ一つのその音の粒をね、どうやっていじっていくのか、どう混ぜていくのかっていうのが必要。僕はそこの中でどういう環境でその音を取ったのかっていうのを擬似的に再現することがやっぱり音響編集で重要だって。言うたらさ、効果音流すなんてあってもできるじゃないですか。買ってくればいいんだから、効果音高いやつ、お金払って効果音買ってくればいいんだよ。で今はね、編集ソフトだってね結構いいの揃ってますよ。あのフリーソフトでね、今みんなやってるじゃないですか。今でも多分オーダーシティとかラジオラインフリーとか使ってる人多いんですかね。あとはリーパーとかも多いのかな。ああいうフリーソフト使って編集とかしてると思うんですよ。それ厳密なこと言えば、実は全く同じ設定で仮に作ったとしても、オーダーシティで音声を最終出力した状態と、僕が普段使ってるキューベスだったりとか、プロツールスだったりとか、そういういろんなソフトでね、吐き出した音って全部ソフトごとに微妙に違うんですよ。よく聞けば。で、当然パソコンのスペックでも音変わるんですよ。チップセットで音は変わるんですよ。それだけ、音って変わっちゃうので、機材っていうかソフトだけでね、ソフトウェアだけでも相当変わってしまう。もちろんハードウェアであったらもっと変わってしまうので、そこを認識しようと思えば、まあ認識するためには高いヘッドホンとか高い機材が必要なんだけどさ、そういうの認識しようと思えばフリーソフトにはそれはね、いろいろね、問題もあるんですけど、たかだか誰でも聞ける、なんとなくその携帯とかパソコンの備え付けのスピーカーとかで聞く程度のラジオドラマって言ったら失礼ですけど、もう俺だって作ってるのはそういうもんだからね。僕が作ってるラジオドラマなら大抵そんなもんですわ。そんなもんのラジオドラマでさえ、今はフリーソフトで作れるんですよ。言ってみれば、だから僕らがね、地道を上げてね、いい機材やいい音でね、ラジオドラマを作ろうっていう考え方自体がね、あのユーザーの圧倒的な層を考えればナンセンスなんですよ。いい音で作ろうって、だっていい音で聞いてくれないんだもん、ユーザーは。でもそれをエンジニアが言ってしまったら終わってしまうので言わないし、あの文句だけは言うんですけど、もっといい音で聞いてほしいなって思うんですけど、まあそれでもやっぱりまあ頑張ってね、座して作るんですけどね。でもそのいい音で作るなり、何なりしか考えなきゃフリーソフトでもできる。じゃあそのフリーソフト
ソフトでね、作るときだって効果音なんてのは買ってきたのそのまま流せばいいわけだから、誰でもそんないいラジオドラマはタイミングだけね、勉強すれば作れるんです。じゃあそのタイミングがわかりませんよって言うんだったら、アニメしこたま見るなり、ドラマしこたま見るなりしてみてくださいな。で、それこそ前回の話で言ってたヘッドホン被ったアニメの映像を見ずに音声だけ聞くっていう風にすると、あ、音でこれだけ俺たちはシーンっていうものを想像してるんだなっていうことがわかると思います。例えばモビルスーツの駆動音が全部可愛い音声で鳴ってたら結構ね、違和感あるんですよね。音に助けられてるんですよ、作画って。絶対。だそのね、音で助けられてる部分が一体どういう、だから巨大ロボットがね、ピコッピコッピコッっていう足音になってたりするっていうの、これね、でもね、試みたアニメがあるんだよ、それ実際に。やってみたアニメがあるの。しかも物語にそれが生かされていて、ロボットアニメじゃないんだけど、スレイヤーズロイヤルだったっけかな、劇場版のスレイヤーズで、リナとナーガが出てくる方、ナーガが出てくる方のスレイヤーズで、ピコピコリナちゃんっていう超巨大ゴーレムなんだけど、ゴーレムのデザインが、リナの形してて、しかも SD のリナの形してて、歩くたんびに魔力を消費しながらピコッピコっていう可愛い音を立てるっていうよくわからない設計をしたおじさんが出てくるんですけど、巨大ロボットでいかに可愛い音が鳴ったら笑えちゃうかっていうことをわざわざアニメでね、ちゃんとやってくれたっていう。で、あれもね、でも結構ね、それでも作画的にはすごいんですよ。巨大ロボットっていうのを演出、音や絵で演出するのが上手だなって思った作品の中で、まあ、一つはそのピコピコリナちゃんが出てくるスレイヤーズもそうなんですけど、あとはクレヨンしんちゃん、雲国際の野望で最後、巨大ロボ戦になるんですよ。巨大ロボ戦のね、音作りと映像作りすごいよ。まだ見たことない人見てごらん。巨大ロボ感はすごい。音もよくできてるんだ。実際に巨大なものが動くと、あんなね、ガンダムみたいにね、ホイ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 動かないから、スピーディーには。仮面ライダーみたいな動きなんかできないんですよ。もっとゆったりしてるんですよ。ぐおー。ぐおー。べき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 パーンチぐらいの感じに絶対なるんですけどね。で、あとその手の巨大ロボ感で上手だなって思ったのは、ついこの間のポップテピピックで、ピピミが、サイエンスって言って巨大化するシーンがあったんだけど、あのシーンもなかなかよくできてたね。あの巨大感もすごい上手ですよ。あれがリアルな巨大だと僕は思いました。まあアニメ的なリアル巨大ですけどね。アニメ的リアル巨大ってなんだね。だからラジオドラマを作るときにはやっぱそういうカメラワークとかね、環境っていうのを大事にしてみるとすごいいいんじゃないですか。ラジオドラマでね、ちゃんと環境音を流す。で、環境音に声を適応させるっていう編集してる人少ないよ。環境音がずっと鳴ってるラジオドラマってなかなかないもん。わざと声を埋もれさせるっていう。でね、やっぱね、そうするとね、やっぱ臨場感違うんだよな。だからどうしてもね、僕はね、臨場感というかね、そのラジオドラマに没入感を求めるんですよ。で、そのラジオドラマの中にある没入感ってやっぱそういう臨場感やリアルさだと思ってて、ASMR ってあるじゃないですか。耳元で聞こえてるようなやつ。まあ、SMSR が今横行してるような気がしなくもないけど、あれって要するにエッチな言葉を耳元で囁いてほしい。ただそれだけでしょ。俺が作ってる ASMR、そういう環境音とその環境に適応させた没入感だと思ってるので、変な話、遠くで、変な話、マイクから離れれば、例えばこういうね、こういう声は取れるんですよ。こういうのも ASMR の一つで、誤解していけ、しちゃいけないのは、ステレオにしてればね、ステレオで片耳からね、コショコショ喋ってれば ASMR かって言ったらそんなことないんですよ。あれはね、間違いだと僕は思うんです。やっぱり遠くからこういうね、環境で、やっぱ音が聞こえてくるとかっていうのも、一つの演出だし、そっからこう、おーいってやってるのって別にマイクの設定何にもいじってないですよ。遠くからちょっと首振り回しながら、おーいって言いながら近、マイクに近づいただけですからね。こんなんでも、十分ね、臨場感は作れるんです。これも、ある意味これもマイクワークじゃないかなっていう風に僕はちょっと思いますね。実際の録音の環境でもね、こういうね、マイクっていうのをどうやって撮っていくか使っていくかを、収録を手伝う側、作品を作る側だったら、こういう風に撮ってください。こういう風に撮るとこういう音が撮れますよっていうことを、演者さんに伝えてあげるべきだと思うんです。で、僕がもう一つラジオドラマを編集する前後で必ずやるのは、こういう風な、やり方をすればこういう音が取れるのでこういう音を取ってほしいんですよっていう機材のレベルの話じゃないんですよね。実はマイクの使い方なんですよ。マイクの使い方や音の発声の仕方、例えば人間の声帯ってどうなってるか知ってます？こういう風な声帯になってるんですよ。で、こういう風に喉をね動かすんですけど、じゃあ今ちょっとここの部分で音が止まってるはずなので、ここのあたりの筋肉に意識をちょっと集中して、ちょっとそこの上顎の部分をねちょっと上に上げるような感じで声出してみてくださいって言うとすると、ほとんどの人が急にサーって晴れたようないい声が出てくるんですよ。これはもう、僕がね、これのボイストレーニングやってるんですけど、そういうのをお仕事でやるときにこういうことを言うと、大体、開始2時間以内で、ほとんどの人がいい声出せます。
いい音をマイクに取れます。いい声を出すって難しいんですよね。目の前にいる人にとってのいい声を出すのか、マイク越しに録音した音でいい声を届けたいのかっていうのはだいぶ違うんですよ、やり方が。単にええ声って言ってもかなり講義にわたるので、まあ、その話もトークテーマでしても面白そうだな。そういうふうにいろいろ考えながら、音を作っていく、音を紡いでいく、そしてそれを組み合わせていったときに、どうコーディネートされるのか。多分そこを俺は考えて作るんだろうな。だからね、音のテーマパークですよ。いろんな形でちゃんと、ピーポーピーポー、うちのスタジオの外で、救急車が通っております。いろんなね、環境を考慮しながら、どうやったらどういう音が取れるのかっていう、エンジニア的な耳を育てることによって、初めて音響編集で何をしたらいいかっていうのがきっとわかるんじゃないかなって、僕は頑張ってやってます。まあ、これからラジオドラマを自分で編集して作ってみようっていう方は、ぜひともね、そういう部分にも意識を張って、いろんな音を取ってみてください。すごい。ノーアウト。本当に今日ノーアウト。つまんないな。以上、ラジカンテーマトークでした。スクリーンを飛び出し、今ヒーローは君のもの。かっこよさと大迫力の走りがすごい。実力を秘めたスーパー FM シャーシ、勝利に向かって爆進。ガンブラスター XTO。 一人旅してみたくなっただけ。遠く遠く遥か空の彼方まで、この無重力感覚を味わいたくて。快適な宇宙旅行をサポートする日本宇宙航空社。予約チケットならさらにお得。 The Songs for You、 ヤマトリンのカバーソング、オリジナルソングをお届けいたします。今週はカバー曲です。ウルトラセブンの歌。リスポンより皆さんからの作品リクエストを募集中です。 iOS、Android 専用アプリリスポンをインストールして、ヤマトリンのマイページからリクエストをお送りください。極めて遠く限りなく近い世界、合奏攻撃援護ソングシステムカウンターボイス、君だけの戦いが始まる。 iOS、Android 専用ソフト、ボイスアプリリスポン。いやー、なんかね、2本撮りってこんなに体力すり減らすんだなっていうことを自覚したんだけど、マツコと有吉の怒り浸透っていう番組あるんですけどね、水曜日かな放送してたの。怒り浸透でもう4本撮りになるとさ、もう最後クソみたいなことしか言えない。いや、まあ、いつもクソみたいなこと言ってるかみたいなことを有吉さんが言ってましたけど、あれわかるわ。
難しいよ結構、2本撮りだ何本撮りだって。あのねやっぱね常にね2本撮りかねするねぐらいのねトークのねメモを取っとかなきゃダメだな。だから今度からね3本ずつぐらい思いついたことをメモする癖をつけます。今日それをね痛感した。はい、今週のお知らせはゲストさんから。はい、リスポンキャストとリスナーの架け橋になる企画、あなたのロボット音にします。オリロボ GP、 詳しくはヤマトリンまで。以上です。全部ぶん投げられたっていう珍しい告知ですけどね。ですね、このオリロボグランプリについて私の方から説明すると、お名前にですね、皆さんリスポンキャストもリスポンリスナーの方も、名前の末尾か一部にオリロボ、カタカナでオリロボ、ないしはオリロボ GP、GP はアルファベットですね、つけていただくと、ヤマトリンから、いけファンネルっていう感じで、リクエストが飛んできます。で、リクエストが飛んできたら、そのリクエストに答えていただくっていう、それだけの企画です。で、このオリロボ GP っていうのに参加していただくと、基本的には設定がございます。ビルゴス軍というですね、宇宙からの侵略者に巨大ロボットをオリジナルで考えて、それに乗って戦えっていう設定の、ラジオドラマにしていこうというようなお話。で、ちなみになんと、結局ヤマトリンはやるんだよな。そのビルゴス軍と戦うね、対ビルゴス軍専用機動兵器が出てくるラジオドラマの設定を昨日つら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 書いていたので、一応公式設定なるものは存在します。公開はしていませんが、書いちゃったんですね。書いたと言った時点でみんながやりにくくなるっていうことは承知の上ですけれども、そんな企画、オリロボ GP、 ぜひとも皆さんふるってご参加ください。ヤマトリンからの告知は、4月の14日池袋自由学園明日館にてヤマトリンギターでライブ出演します。ファン主催桜大戦イベント新桜桜こだまするいにしえの恋桜、一般チケット2500円、サポーターチケット3500円にて16時30分開場です。予約は公式サイトをチェックしてください。4月の22日朗読と恋劇とヤマト帝国と2、音声作品や発表場所や朗読劇の公演場所、もっと砕けて役者同士が交流できる場所、そんな場所を探している方、500円で開催中です。月1開催です。会場は東京となりますアクトホール、詳細はヤマトリンのツイッターよりご確認ください。5月6月もイベント開催予定です。5月は13日かな。次回のトークテーマはなんと、まあ4月にもなりますし、一応このすでにそれで泣きを見てる人も多いでしょう、花粉をテーマに喋ると思ってください。これはアウトの嵐のような気がするぞ。番組へのメッセージはヤマトリンへのツイッター DM、 番組へのコメント欄にて、お待ちしております。今週のヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン、閉幕でございます。また来週お会いいたしましょう。怪獣を僕らの涙で埋め尽くして、やりきれないこんな想いが今日の今週のセクシー、こんばんは、リン姉さんよ。今週おすすめのセクシーの発表です。ジブリ島ジブリ島ジブリ島セクシーか香川県の無人島です。また来週。お疲れ様でした。お疲れ様です。